どうもこんにちは、太郎です。第4章続きやっていきましょう。あんなに大変だったモストロラウンジオクタビネル寮なんだけど、なんかあの第4章に入って久しぶりに来ると安心感違いましたねもう久しぶりの3人楽しんでいきたいと思います。謀略スマイル。くそ、一旦退却だ。覚えたのよ。悪者みたいになってるけど、まあ俺たちだよね、悪いのほら、散れよ小魚ども。フロイド楽しそうだな。皆様のまたのご来店お待ちしております。絶対待ってないだろ。にゃはー、やったんだぞ。見てか、こんにゃら。助かった。いい気分になっているところ恐縮ですが、請求されるかな。壊しちゃった。大丈夫。オンボロ寮のお二人には、今の戦いで傷ついた机や椅子の修繕費やっぱりか、抜け目ないな、アズール。および巻き込まれた僕らの労働費を支払っていただきたいのですが。めちゃくちゃヤクザだ。え、金取るんだぞまた働くしかないな、グリウェ。皿洗ってこい。タコ殴りにされそうなところを救ってあげたんです。安いものでしょ。タコジョークかな、これ。俺様たち、スカラビアの揉め事に巻き込まれて、ひでえ目にあったばっかりだってのに。魔法の絨毯を担保にしよう。やっぱり、この学園にはろくな奴がいねえんだぞ。救いはなかったな、グリム。なんですって？スカラビアの揉め事、とは？あ、アズールがなんか反応してくれた。海より深い理由があるんですよ。かくかくしかじか。スカラビアの寮長が圧政を。うん。そう、寮生たちが毎日カリムに大変な目に遭わされてるんだぞ。あのカリムさんがそんなことを。びっくりしてる、アズールが。え、そうなんだよな。ラッコちゃんってそういうことするタイプなんだ。ラッコって呼ばれてるんだ、カリム。なんでラッコなんだろう。あまりイメージにありませんね。副寮長のジャミルってやつがめちゃくちゃ困っててよ。うん。この学園にしては珍しくいいやつで、俺様ちょっぴり同情しちまったんだぞ。で、そんなピンチだってのに学園長は全然連絡つかねえし、本当に無責任なやつなんだぞ。本当だよな。今のところあのなんだっけ、倉庫に入った時のさ、ライトでしか役立ってないからね、あのスマホも。アズールはジャミルさんと同じクラスでしたよね。ええ、選択授業も同じことが多いのでよくご一緒しています。ああ、じゃあよく知ってるかもな、ジャミルのこと。グリムさんの言う通り、彼はこの学園では珍しいタイプかもしれません。あまり主張がない、うん、というか、おとなしくて地味というか。はあ、俺もバスケ部で海蛇くんと一緒だけど、いい子ちゃんのプレイするやつって印象。ジャミルは海蛇くんなんだ。他の寮にあんま興味ないから知らなかったけど、スカラビアの副寮長だったんだ。フロイドバスケうまそうだな、身長高いし。寮長の圧政に副寮長である彼が困っている、うん、では力になって差し上げなくては。うわ、なんか怖いんだけど、この笑顔絶対なんか企んでる。あ、おめえがそんなこと言うなんて、どういう風の吹き回しなんだぞ。怪しい。しっけえな。僕は前回の一件で自分の欲深さを反省し、心を入れ替えたんです。本当かな。これからは海の魔女のように慈悲の心で学園に貢献しようと決めています。今スカラビアが危機に瀕し、クラスメートが助けを求めている。そんな一大事無視することはできませんなんか嬉しそうなんだけど、アズール。フロイド、ジェイドとフロイドもなんか楽しそうになってるし。ほうほう、
毎年同じ顔に囲まれてターキーをつつくのにも飽きてきたところです。僕たちも明日からスカラビアへお邪魔しようじゃありませんか。マジか。え、せっかく逃げ出したのにまた監獄に戻るのか。俺様嫌なんだぞ。やばいよあそこ。まあまあアザラシちゃん、そういうなって第三章から気になってたんだけど、グリムのことアザラシって呼んでるよね。なんでなんだろう。アズールに任せておけばきっと楽しいホリデーになりますよ。めちゃくちゃになりそうだ。お邪魔するのに手ぶらの失礼です。ジェイド、フロイド、手土産の準備を忘れずに。はい不吉だ、不穏だ、怖いね。灼熱の砂漠で過ごすホリデー、悪くないじゃありませんか。大丈夫なのかな、暑いの。楽しみですね。なんか巻き込んだけどさ、後悔してるわ、ちょっと。大丈夫かな。ストーリークリア。まあでも仲間が増えてよかったっすね。帰ってきてしまった、この監獄に。不服リジット、行きましょう。スカラビア寮。まさか。オンボロ寮の奴らがオクタビネルに逃げ込むなんて。魔法の絨毯まで盗まれちまった。もしこれが寮長にバレたら、どうする。やばいかもね。とにかくまずはジャミル副寮長に相談してみよう。こんにちは、お邪魔します。すぐ来た。もう相手が準備する前に来るっていうね。うわぁ、あっつ、マジ真夏じゃん。いや、マジ暑いの大丈夫なんかな。うわ来たよ。昨日俺たちをボコボコにしたオクタビネルの奴ら。スカラビアに何の用だ。殴り込みですよ、これも。ああ、皆さん、昨晩は失礼しました。皆さんがか弱い動物を一方的にいじめているように見えたものですから。アザラシのことかな。心優しい僕はとっさにかばってしまったのですが、よくよく話を聞いてみれば、オンボロ寮の二人はスカラビアから魔法の絨毯を盗み出した窃盗犯ということが分かりまして、間違いに気づいた僕は責任を持ってこの窃盗犯を引っ捕らえ、何これ、売られた。魔法の絨毯をお届けに上がったというわけです。不本意なんだぞ。ね、不本意だよね。魔法の絨毯もさ、すぐ帰って大丈夫かな。こいつ何がどうなっても楽しいのか。なんか可愛いな。それはご協力ありがとうございます。ってなるしかないよね。アズールうまいな。おい、お前たち、そろそろ朝の特訓の時間だぞ。集合に遅れるとまたカリムに。あ、びっくりしてるジャミルが。おや、ジャミルさん、こんにちは。ご機嫌いかがです。アズール・アーシェングロット、それにリーチ兄弟、一体なぜここに。僕たちの故郷は冬は帰省が困難な立地でして、毎年ホリデーは寮で過ごしてるんだ。ふふって。なんだって。ところでカリムさんはどこにいらっしゃいますか。魔法の絨毯をお届けに上がったのですが。なんか納品みたいな感じで来てるけど。え、あ、ああ届け物なら俺が預かろう。いいえ、結構。この魔法の絨毯は国宝級の一品です。後々傷などが発見されて、オクタビネルの奴らのせいだなどとクレームをつけられては困りますから。なかなかジャミルのペースにはならないですね、アズール、さすが。直接カリムさんにお渡しして、しっかりと検品していただきたい。カリムはそんなことは気にしないはずだ。だから俺が預かって。ご安心ください。
落とし物の 20% に当たる放浪金を要求したりもしませんからなんだそれ。昨晩スカラビアの皆さんに働いた無礼についてもお詫び申し上げたいですし、手土産のシーフードピザも持ってきたしシーフードピザだったんだ手土産。とにかく絶対に直接会ってお渡ししたいのです。彼はもう起きていらっしゃいますよね。絶対に直接会って。だから今日は都合が悪いと勝手に入っていくなアズールすごいなアズール、強行だ。さ、監督生さんも参りましょう。遅れないでついてきてねなんか確かに楽しいな、一緒に行動したらめちゃくちゃだそうだね、心強いね。オクタビネルのやつら、なんつー強引さなんだぞ。続く。めっちゃ面白いな。ストーリークリア。続きは気になりますね。もう一話だけ行きましょうか。押し売りグッドウィル。お、選べるよ。どうしよう。そうだな、ジェイドにしようかな。ジェイド行ったな。ジェイド行ったからフロイドにしよう。フロイドで。談話室。あれ、アズール？なんでうちの寮にいるんだ？あ、これは優しいカリム。こんにちは。ご機嫌いかがですか、カリムさん。いやー、いつ来てもスカラビアは素晴らしい。外は雪もちらつく真冬だというのに、まるで真夏の陽気じゃありませんか。リゾート開発をすれば大量の集客が見込めそうな素敵なロケーションです商談をしに来たんじゃないぞ、アズール。おお、よくわかんねえけど褒めてくれてサンキューな。今日はあなたの魔法の絨毯を捕まえたのでお届けに上がったんです捕まえたのでって言い方なんか可愛い。ね、あいつまた勝手に逃げ出したのか。そいつは手間をかけたな勝手に逃げたことにしてるな。よし、それで行こう。いえいえ。ところで今年スカラビアはホリデーを寮で過ごされるとか。ああ、もしかしてお前たちも。そうなんです。いや、奇遇ですね。そこでこれを機にオクタビネルとスカラビアで親睦を深める合宿をいたしませんか。合宿の、ジェミルがめっちゃびっくりしてる。この冬採用されたというスカラビア独自の学習スタイルも学ぶところが多そうですし。そりゃいい。オクタビネルの寮長がうちの寮に滞在してくれるなんて願ってもないカリムあっさりと了承。大丈夫かな。カリム、俺は反対だ。え、なんでだよ。他の寮に追いつくためにわざわざ冬休みを潰して特訓しているんだぞ。それなのに他寮の寮長を招き入れるなんて敵に手の内を明かすようなものじゃないか。なるほど。敵なんて大げさだな。それにオンボロ寮の二人はお前が連れてきたんじゃないか。確かにな、カリムナイス。それは、そうだが、俺はお前たちのためにも言ってるんだぞ、アズール。ジャミルさんのご意見はごもっとも。他の寮は常に成績を競い合うライバルですから。アズール絶対賢いからさどうなんだろうなこれ。残念ですが僕らはこれでおいとましましょう。カリムさん、ジャミルさん、特訓頑張ってくださいね。ああ、極寒の中今年も三人ぼっちのホリデーですか。まあ仕方ないですけどフロイドの顔がやばいめっちゃ可愛い。頑張って魔法の絨毯を捕らえたんですがね。モストロラウンジもめちゃくちゃになったのにな芝居が。ああ。
しょんぼりしょんぼり、なんてあからさまな引き止めてほしいって態度なんだぞ。やばいね。ちょっと待った、ボカリム、はあ、釣れたアズールはこの学校でもトップレベルの魔法師だ。スカラビアの成長のためにも滞在してもらった方がいい。それにせっかく訪ねてきてくれたやつを無下に追い返すなんてアジーム家の名折れだ。やったねこれ。ああ、カリムさん、なんて懐が深くてお優しい方なんでしょうなんかアズール面白いな、好きになったこれもちろんですとも、僕で教えられることであれば何なりと。やば、楽しい。料理や掃除のお手伝いなら僕たち双子にお任せください。そうそう、いつも店でやってるから得意だし。そいつは助かる、ジャミルの負担も減るだろう。ジャミルめっちゃ嫌がってるけど。俺のことはいいから。ああもう全然聞いてないなよし、早速だがアズールの胸を借りて特訓だ。荷物を置いたら庭に来てくれ。了解しました。スカラビアの皆さん、どうぞお手柔らかにやったねこれ。準備はいいな。俺に締められたいの、締められたいのって言ってる。うわマジか、火ばっかりじゃん。しょうがねえな。許可し、とりあえずデュオ魔法打つか。嬉しいぞリドル寮長、俺が片付けちゃっていいっすか。僕を差し置くとは度胸が終わりだ、ね、油断は禁物。いきなり主催を打ったんだけど、これはどう？見てろ。お、いいね、いけるかこれ。やばい、木が多いね。よろしい、いいよ。ちょっとギリギリまで木以外で粘りましょう。こうしよう、どうかな。あのめちゃくちゃ削ったな、いけるかもしれない。やだ、なん承知しました、力になりますよ。バーカ、攻めどきだ、行きな、もっとだ。あと5000か、削れるかな。お、はい、エーテル、デュオ魔法打てる、まさか。見たい、仰せのままに見せてやるやっちゃおうぜジェイド。フロイドが楽しそうで何より。やば、デュオ魔法打てた、優しい。満足だな、フロイドが楽しそうで何よりって言ってたね。わかった、わかった。結果めちゃくちゃボロボロだけど頑張れてる、ナイス。なんで勝てると思ってたんだっけ。デュオ魔法を持てて大満足。いやめちゃくちゃ面白い、オクタビネルのペースになりましたね。ジャミルが嫌がってたよ、すごい。はい、ということで今回これで終わりにしたいと思います。第4章また面白くなってきましたね。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォロー等お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。